この時間は正源金沢対 FC 東京、こちらをご覧いただきます。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム、このサポーターの後押しを受け両チームこのゲームに挑みます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。正源金沢対 FC 東京、お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのかプレスをかけて速い攻撃をしていくのか、そのあたりのプランもこの序盤で見えてくるでしょうね。ゲームの序盤見ていきましょう。ネイマール、ブルーノ・フェルナンデス、ヘッドで狙いますがゴールならず。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、だからバランスですよね。これは合いません。松木からのスルーパスカットされます。パスでつないで攻め込んでいきます。スルーパスを狙う、グリーズマンからメッシ、メッシ、これはキーパーこぼれます。荒川、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いいプレッシャーです。渡辺、スルーパス仕掛けるか、グリーズマンからメッシ、中川、裏へ届くか、いいとこありますよ。松木、お、いいですね。中央、金沢はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ブルーノ・フェルナンデス、前半29分が過ぎました。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。グリーズマンへ、これ仕掛けるか、これはチャンス。 FC 東京はここクリアで難を逃れます。クロスが上がる、さあメッシ、さあどうだ、いけるか、ムバッペ、きた、先制、金沢。今のボールはいかがですか。いや、いいシュートでしたよね。やっぱりああいったグラウンダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。金沢先制ゴールが決まりました。1対0、先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど、ね、メッシシュート、セカンドヒル、あとさらに来る、いやー追加点、金沢立て続けのゴール決めてきました。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ制限金沢さらに1点を追加し2対0としています。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。抜けてくる、グリーズマン、チャンス来た、マイナス方向、頭だ、
追加点、金沢怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴールディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。さあ、制限金沢3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム、ここで前半が終了しました。前半を終えて3対0、金沢調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか？前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。制限金沢対 FC 東京、金沢が3対0とリードして折り返します。後半見ていきましょう。金沢はポゼッションサッカーを得意としているようですが、どのあたりポイントになってくるんでしょうか？そうですね、攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時の一瞬の動き出しには注目ですよね。そうですね、華麗なパスワークにはぜひ注目していただきたいですね。守備側としてはプレスを積極的にかけてくるんじゃないですか？プレスをうまくかわしながら組み立てていかないとですよね。なるほど、そのあたりの守備のシュート、うおー、きたー、 FC 東京このゴールであと2点です。中川、こぼれ球にきっちり詰めていきました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあ FC 東京、2点差に詰め寄りました。ネイマール、さあ抜けた、グリーズマン絶好の位置で受ける、さあフリーだ、クロスが入る、ヘディング、危ないシーンでしたがここは大きくクリア。危ないシーンでしたがクリアの対応、これをカットします。小泉、ここまでご覧になっていかがですか？北澤さん、金沢としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。小泉から右サイド、 FC 東京カウンターを仕掛けます。これ仕掛けるか、サイドを使います。撫でるようなボールタッチ、中川から松木、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。サブスティチューション。FC 東京、ここで1回目のメンバーチェンジです。彼はパスの精度が高いので、ボールを動かす、トーガスっていうプレーが狙いだと思いますけどもね。ブルーノ・フェルナンデス、この試合ですでにアシストを記録しています。グリーズマン、これはファールです。サブスティチューション・イン・プログレス。トレビザン、ここはつながりません。ブスケッツ、グリーズマンから右へ、ムバッペのボール、これいいでしょ、クロスを選択、ヘッドだ、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。
仕掛けるか、チャンスになる、シュート、ゲット、金沢、これで3ゴール差になります。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事ですね。さあ、制限金沢3ゴールリード、須賀川からディエゴ・オリベイラ、東、キーパー素晴らしい反応を見せました。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。トレビザン、このボールをカットします。東、スペースへ、中川、おー、いい形じゃないですか。どうだと呼んでいった。さあ、右へ預けて、金沢カウンターを仕掛けていきます。ムバッペからメッシー、ブルーノ・フェルナンデス、グリーズマンへ、フリーで受けた、いけるか、クロスを入れる、守備陣クリアの対応です。東、塚川、ここで笛です。4対1、金沢敵を全く寄せつかない強さで勝利しました。メッシ見事な活躍でマンオブザマッチに選ばれています。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。金沢としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。金沢が3点の差をつけ快勝しています。この時間は制限金沢対 FC 東京、こちらをご覧いただきます。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム、このサポーターの後押しを受け、両チームこのゲームに挑みます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中、今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。制限金沢対 FC 東京、お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか、そのあたりのプランもこの序盤で見えてくるでしょうね。ゲームの序盤見ていきましょう。ネイマール、頭、うわ、ブルーノ・フェルナンデス、ヘッドで狙いますがゴールならず。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。これは合いません。松木からのスルーパス、カットされます。パスでつないで攻め込んでいきます。スルーパスを狙う、グリーズマンからメッシ、メッシ、これはキーパーこぼれます。荒川、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いいプレッシャーです。渡辺、スルーパス、仕掛けるか、グリーズマンからメッシ、中川、裏へ届くか、いいと入りますよ。松木、お、いいですね。中央、金沢はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。
ブルーノ・フェルナンデス。前半29分が過ぎました。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。グリーズマンへ、これ仕掛けるか、これはチャンス。 FC 東京はここクリアで難を逃れます。クロスが上がる、さあメッシ、さあどうだ、いけるか、ムバッペ来た、先制、金沢。今のゴールはいかがですか。いや、いいシュートでしたよね。やっぱりああいったグランダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。金沢、先制ゴールが決まりました。1対0。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど、ね、メッシシュート、セカンドヒル、あとさらに来る、いやー追加点、金沢立て続けのゴール決めてきました。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ制限、金沢さらに1点を追加し2対0としています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。抜けてくる、グリーズマン、チャンス来た、マイナス方向、あっ、頭だ、追加点、金沢怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴールディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。さあ制限、金沢3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム、ここで前半が終了しました。前半を終えて3対0。金沢調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。制限、金沢対 FC 東京、金沢が3対0とリードして折り返します。後半見ていきましょう。金沢はポゼッションサッカーを得意としているようですが、どのあたりポイントになってくるんでしょうか。そうですね、攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時の一瞬の動き出しには注目ですよね。そうですね、華麗なパスワークにはぜひ注目していただきたいですね。守備側としてはプレスを積極的にかけてくるんじゃないですか。プレスをうまくかわしながら組み立てていかないとですよね。なるほど、そのあたりの守備のシュートきたFC 東京、このゴールであと2点です。中川、こぼれ球にきっちり詰めていきました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。
さあ FC 東京2点差に詰め寄りました。ネイマール、さあ抜けた、グリーズマン絶好の位置で受ける、さあフリーだ、クロスが入る、ヘディング危ないシーンでしたがここは大きくクリア、危ないシーンでしたがクリアの対応、これをカットします。小泉、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、金沢としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。小泉から右サイド、 FC 東京カウンターを仕掛けます。これ仕掛けるか、サイドを使います。撫でるようなボールタッチ、中川から松木、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。FC 東京、ここで1回目のメンバーチェンジです。彼はパスの精度が高いのでボールを動かす、人を動かすっていうプレーが狙いだと思いますけどもね。ブルーノ・フェルナンデス、この試合ですでにアシストを記録しています。グリーズマン、これはファールです。トレビザン、ここはつながりません。ブスケツ、グリーズマンから右へ、ムバッペのボール、これいいでしょ、クロスを選択、ヘッドだ、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。仕掛けるか、チャンスになる、シュート、ゲット、金沢、これで3ゴール差になります。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあ制限、金沢3ゴールリード、塚川からディエゴ・オリベイラ、東、キーパー素晴らしい反応を見せました。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。トレビザン、このボールをカットします。東、スペースへ、中川、おいい形じゃないですか、どうだと呼んでいた。さあ右へ預けて、金沢カウンターを仕掛けていきます。ムバッペからメッシ、ブルーノ・フェルナンデス、グリーズマンへ、フリーで受けた、いけるか、クロスを入れる、守備陣クリアの対応です。東、塚川、ここで笛です。4対1、金沢敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。メッシ、見事な活躍でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれています。
北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。金沢としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。金沢が3点の差をつけ快勝しています。